それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。鈴鹿ダブル前に行きそうです。ドルチェモアそれに続いています。さらにはオールパルフェ16番オーパスクリスティ、その後ろドルチェモア先手を取りました。ロンデリン返しそれに続いています。その外に梅結びグラミッド、そのうちに続いています。その外からベイベリング、内からはオーバンブルマイル、これに続くのがティーニア、内からは競泳ブリッサ、その外にクロムダスク、内からはバグラダス、エンファサイズその前に進出、その後ろからはヤノンタッチダウン。少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭は依然として2番ドルチェモア、ロンデリン返しほとんど差がありません。鈴鹿ダブル3番手、さあいよいよ直線の攻防。ドルチェモア先頭、外からロンデン返し、前に迫るレイベリング、後方からグラニット、ドルチェモア先頭、残り 200m を通過してロンデン返し追い上げてきた。ロンデン返し抜けた、ダノンタッチダウン差し切った、ダノンタッチダウン、ダノンタッチダウン、1着2着は梅結びダノンタッチダウン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは梅結び、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して梅結び花に立ちます。その後ろからは鈴鹿ダブル、この馬も上がっていく構えです。ミシェラドラーマどうやら後方からの競馬、それでは先頭からドルチェモア先手を取りました。その外にレイベリング、内からはロンデリン返し、その隣に梅結び、これに続いて鈴鹿ダブル、オーパスクリスティ、すぐ後ろオーバンブルマイル、そのうちに続いています。並んで3番オールパルフェ、すぐ後ろにグラミット白の帽子、競泳ブリッサその後ろ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてドルチェモア、ここで先頭が入れ替わりました。梅結び、ドルチェモア2番手に控えました。ロンデリン返し3番手、第4コーナーをカーブしてさあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったドルチェモア、リードは1馬身から2馬身、梅結び懸命に追いすがります。あと 200m、 ドルチェモア意地を見せる、ダノンタッチダウン迫る、ドルチェモア先頭、先頭はダノンタッチダウン、1着でゴール、2着はドルチェモア、3着にオールパルフェ、勝ったのはダノンタッチダウン、このレースを制したのはダノンタッチダウン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。オールパルフェこれは好スタート、鈴鹿ダブル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオールパルフェ行きました。続いて前へ行くのは鈴鹿ダブル、さらにはロンデリン返し、2番ドルチェモア、その後ろオールパルフェ先手を取りました。その後ろからはレイベリング、梅結びすぐ後ろ、その外にオーパスクリスティ、内からはオーバンブルマイル、その後ろにグラミッド、緑の帽子ティーニア、その後ろ競泳ブリッサ、そのうちに続いています。その外からクロムダスク、これに続くのが西のベストワン、その外にエンファサイズ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでドルチェモア先頭に変わりました。鈴鹿ダブルほとんど差がありません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はドルチェモア、さあ直線に入りました。これからの勝負、ドルチェモア先頭、さあロンデン返し一気に来た、オーバンブルマイ伸びてきた、ここから勝負をかける、あと 200m、 ドルチェモア先頭、オーバンブルマイ先頭、オーバンブルマイ先頭だ。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。オーバンブルマイ馬結びわずかにオーバンブルマイ体勢有利。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。エンファサイズこれは遅れてしまいました。さあ前に行くのはどの馬か。ロンデリン返し前に行きそうです。梅結びそれに続いています。さらにはドルチェモア14番レイベリング、その後ろロンデリン返し先手を取りました。その外に鈴鹿ダブル、これに続くのがオーパスクリスティ、オールパルフェそのうちに続いています。その後ろにオーバンブルマイル、並んで8番グラミッド、
内からは東映ブリッサ、その外からプロムダスク、その後ろにティーニア、その隣に西ノベストワン、バブラダス、この馬もこのグループ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここで鈴鹿ダブル先頭に変わりました。ドルチェモアほとんど差がありません。どんでん返し3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。鈴鹿ダブル先頭、内からどんでん返し、前に迫る梅結び、鈴鹿ダブル先頭、残り 200m を通過してどんでん返し追い上げてきた。どんでん返し抜けた、ガノンタッチダウン、差し切ったガノンタッチダウン、ゴールイン。2着にはどうやらオールパルフェ、勝ったのはガノンタッチダウン、このレースを制したのはガノンタッチダウン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはオーバンドの前プロモダスク、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオーバンドの前行きました。続いて前へ行くのはプロモダスク、ミシェラドラー、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。ドンデン返し先手を取りました。ドルチェモアすぐ後ろ、その外からプロモダスク、内からはオーバンドの前、その外に鈴鹿ダブル、並んで14番デイベリング、すぐ後ろに梅結び、ピンクの帽子ボーパスクリスティ、その後ろ競泳ブリッサ、上がっていきました。その外にグラニット、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として4番ロンデン返し、オーバンブルマイほとんど差がありません。ドルチェゴア3番手、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はドルチェゴア、外からオーバンブルマイ、前に迫るガノンタッチダウン、残り 200m、 後続を引き離すドルチェゴア、足色は衰えません。2番手はエンファサイズ、ドルチェゴア1着、2着にはどうやらエンファサイズ、勝ったのはドルチェゴア、このレースを制したのはドルチェゴア。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは競泳ブリッサ、オーバンドの前、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオーバンドの前、花に立ちます。その後ろからは競泳ブリッサ、この馬も上がっていく構えです。ミシェラドラー、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはドルチェモア、その外からオーバンドの前、黒の帽子ロンデン返し、その後ろ競泳ブリッサ、すぐ後ろその外に鈴鹿ダブル、少し離れてデイベリング、続いています。その隣に梅結び、その外にゴーパスクリスティ、その後ろにプロムダスク、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。鈴鹿ダブル、ここで先頭が入れ替わりました。オーバンドの前、鈴鹿ダブル2番手に控えました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。オーバンドの前先頭、前に迫るロンデン返し、外からゴーパスクリスティ、残り 200m を通過してゴーパスクリスティ先頭だ、残り 100m、 ガノンタッチダウン、迫るガノンタッチダウン、かわすガノンタッチダウン、1着、2着にはどうやらゴーパスクリスティ、3着にレイベリング、ガノンタッチダウン、見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オールパルフェ前に行きそうです。ドルチェモア、それに続いています。さらにはレイベリング、4番ロンデン返し、その後ろ先手を取ったのはドルチェモア、その外に鈴鹿ダブル、その外からゴーパスクリスティ、さらには梅結び、すぐ後ろにグラミット、競泳ブリッサ、そのうちに続いています。その外にオーバンブルマイ、その外にクロムダスク、その隣にフィーニア、内からはバグラダス、並んで6番ミシェラドラー、その外にエンファサイズ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ2番ドルチェモア、鈴鹿ダブルほとんど差がありません。ロンデン返し3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあいよいよ直線の攻防、鈴鹿ダブル先頭、内からドルチェモア先頭、ドルチェモア先頭、外からコーパスクリスティ、あと 200m、 ここで先頭変わってコーパスクリスティ、2番手はドルチェモア、コーパスクリスティ、コーパスクリスティ、1着、2着はドルチェモア、勝ったのはコーパスクリスティ、このレースを制したのはコーパスクリスティ。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。
用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。オーパスクリスティ前に行きそうです。オールパルフェそれに続いています。さらにはドルチェモア、4番ロンデン返し、その後ろ先手を取ったのはドルチェモア、その外に鈴鹿ダブル、黄色の帽子上結び、その後ろその横にデイベリング、少し離れてグラミッド続いています。並んで7番オーバンブルマイル、すぐ隣に競泳ブリッサー、その外からピーニア、すぐ後ろにプロムダスク、その後ろからはガノンタッチダウン。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はまだ2番ドルチェモア、鈴鹿ダブル、ほとんど差がありません。ロンデン返し3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ドルチェモア先頭、1馬身から2馬身引き離す。鈴鹿ダブル2番手、手応えはどうか。あと 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はオーバンブルマイ、ドルチェモア粘る、ドルチェモア、ドルチェモア1着、2着はオーバンブルマイ、勝ったのはドルチェモア、このレースを制したのはドルチェモア。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ロンデン返し前に行きそうです。オールパルフェそれに続いています。ミシェラドラー後方から前に戻りましょう。先手を取ったのは上結び、その隣に鈴鹿ダブル、ドルチェモア、そのうちに続いています。黒の帽子ロンデン返し、その後ろデイベリング、それに続いています。並んで16番オーパスクリスティ、内からはオールパルフェ、その後ろからはグラミッド、並んで1番競泳ブリッサー、並んで7番オーバンブルマイル、その外にプロムダスク。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。ドルチェモア、ロンデン返し、ほとんど差がありません。鈴鹿ダブル3番手、後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ドルチェモア先頭、外からガノンタッチダウン。ドルチェモア先頭、外から勢いよくガノンタッチダウン。あと 200m、 さあ先頭は今度はガノンタッチダウン。2番手はドルチェモア、先頭はガノンタッチダウン。1着で合流、2着は微妙です。勝ったのはガノンタッチダウン、このレースを制したのはガノンタッチダウン。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。ロンデン返し前に行きそうです。オールパルフェそれに続いています。さらには鈴鹿ダブル、2番ドルチェモア、その後ろロンデン返し、先手を取りました。その後ろからはデイベリング、並んで16番オーパスクリスティ、その横に上結び、これに続いてグラミッド、その隣にオーバンブルマイ、プロムダスク、すぐ後ろ内からは競泳ブリッサー、緑の帽子ティーニア、その後ろ西のベストワン、この馬もこのグループ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。この辺りで先頭が変わりました。ドルチェモア、ロンデン返し、ほとんど差がありません。鈴鹿ダブル3番手、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ドルチェモア先頭、外から鈴鹿ダブル、後方からオーバンブルマイ、前に迫る梅結び、あと 200m、 先頭はドルチェモア、外から一気に突き抜けるか。オーバンブルマイ、オーバンブルマイかわす、オーバンブルマイ降臨、2着にはどうやらレイブリング、3着に梅結び、オーバンブルマイ見事このレースを制しました。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ティーニア、ダッシュがつきません。まずは先行争い、何が行くでしょうか。オーパスクリスティ前に行きそうです。上結び、それに続いています。ティーニア、後方からの競馬、前に戻りましょう。先手を取ったのはドルチェモア、その外から鈴鹿ダブル、内からはロンデン返し、その外にデイベリング、並んで10番上結び、その外にオーパスクリスティ、競泳ブリッサー、そのうちに続いています。その外にグラミッド、さらにはフロムダスク、内からはオールパルフェ、その外にダノンタッチダウン、青の帽子オーバンブルマイ、その後ろ
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭は依然として2番ドルチェモア、鈴鹿ダブル、ほとんど差がありません。ロンデン返し3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った鈴鹿ダブル、外からダノンタッチダウン、鈴鹿ダブル先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はダノンタッチダウン、2番手はコーパスクリスティ、ダノンタッチダウン、ゴールイン。2着にはどうやらコーパスクリスティ、勝ったのはダノンタッチダウン、このレースを制したのはダノンタッチダウン。それぞれの思いを乗せた優勝たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か、いよいよ発走です。スタートしました。ボールパルフェ好スタートを切りました。オーバーリブドナイフ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくボールパルフェ行きました。続いて前へ行くのはロンデン返し、さらにはドルチェモア、7番オーバーリブドナイフ、その後ろ先手を取ったのはオーバーリブドナイフ、これに続いて鈴鹿ダブル、並んで8番グラミット、レイベリング、この馬もこのグループ内からは止めます。その外からコーパスクリスティ、間が空いて競泳ブリッサ、西のベストワン、すぐ後ろ、その外にクロムダスク、バグラダス、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ7番オーバーリブドナイフ、ドルチェモア、ほとんど差がありません。オールパルフェ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はドルチェモア、外からオーバーリブドナイフ、前に迫るレイベリング、ドルチェモア先頭、あと 200m、 ドルチェモア意地を見せる。2番手はオールパルフェ、ドルチェモア先頭、レイベリングかわす、レイベリング、レイベリング1着、2着にはどうやら梅結び、レイベリング、見事このレースを制しました。